少ない視聴者の皆さん、おはようございます。こんにちはです。今日はですね、こう神奈川県にありますですね、大山というところに来ています。これがちょうど朝の6ですね。からですね、大山の上にあります阿久神社というところと大山の山頂ですね、本殿があるところまで行きたいと思います。で今日もここは階段がありますので、テーマはマスクで階段とパート6の、in 大山阿久神社ということでお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、中の人 X がですね、ちょっとおふざけ満載でやりましたけど、今回は、今週が普通に真面目にご案内したいと思ってます。まあ、でもちょっとだけちょっと遊びれるかもしれませんけどね。でここはですね、本当に何度の正解のことは分かんないですけど、なんか下屋市とですかね、ところがどうも1610段階段があるっていうことらしいですね。マラソンが本当はあるらしいんですね、これ毎年。そこのホームページ見るとそう書いてます。ですからそこからさらにまた山頂までその倍ぐらいあるのかな、よくわかんないんですけど、ということでかなりの階段数ですね。頑張ってみたいと思います。第一駐車場から出てきましたので、まだちょっとこの上にケーブルがあるんですけど、ケーブルの乗り場で少し歩かなきゃいけないですね。軽い登りですね。なんか構造ですね。駐車場かな。よいしょ。まだ人気が少ないですね。あぶり橋と書いてます。あぶり橋みたいですね。ここってなんか駒が有名なんですかね。だからなのでこの先に駒参道っていう参道ですね、階段が数百段あるみたいですけど、中にですねちょっとこう通っていくみたいです。関東霊場ですか。駒参道6時10分ですね。じゃあここからいよいよスタートになります。ケーブルカーが15362段って書いてますね。駒参道だけで300段以上あるんですね。結構な階段ですね。駒がやっぱりあります。まだちょっとお店は閉まってますね。地べたになんか駒の絵が描いてますね。山頂1252と階段に何か書いてありました。後ろはいいんですが、中の下がですね、結構花粉症がひどいらしくてですね、今日はちょっと普通に花粉症対策のマスクからスタートしています。
かけるのがちょっと暗いから大丈夫ですね。ちょっとせっかく今マスク外してみました。テラのような感じなんかみたいなのがありますね。なんかコマの数が増えてきてますね。ケーブルのところですね。でも6時23分ですから、十数分で上がってるんですね。私は男ですので、こっち男坂行ってみたいと思います。帰りに女坂行ってみたいですね。その時にちょっともしよかったらお遊びしてみたいかな。じゃあ行きます。こっちは女坂ですね。急な階段がありますね。ハードですね。ハードボイルドですね。やっぱりね。そんなちょっとマスク変えるかな。急な階段ですね。わかりますか、これ。わかりますかね。こんなん作るんでしょうかね。急ですね。ここってマラソン の案内に1600出たんですけど、実際何段って交渉ないみたいなんですよね。結構1600になってると、この間言った伏見台でも多分1200-1300段ぐらいで、出羽三段ってとか2000数百段ですかっていう感じなんで、結構それに近いですよね。でそこからさらに山頂までまだ一段があるので、実際は2000段ぐらいあるんじゃないですかね。もっとあるのかな。なんとなく景色良さそうなところ、ゴツゴツとした岩ですね。この城は全然平気ですが、中の人は心臓がバクバクしてるのも分かりますね。私は曲がりしてるだけなんで全然平気なんですけど、中の人は大変ですね。いつものようにゴロ体なんで。あっちょっと谷底を見えるかな。おお、どんと落ちてました。今ちょうどちらほらですか、これ多分椿ですね。原生林っていうか自然でしょうね。当たり前か。なんかケーブルですかね。途中のなんだっけ、お寺の駅ですね、きっとね。男坂は下屋敷の場合に直行なんで、寄り道するところはないはずなんですね、確か。
き出す音がしました。なんかもう途中からマスク出しで登山道とか階段道になってきましたね。マスクしたらめちゃくちゃ濡れちゃいますから、続きます。やっとですね、まだまだ続くよ階段は。なんかついにちょっと景色も、階段のために石垣って感じですね。急です。15丁目って、あ、なんか終点ちょっとしてというより、あ、ずまやがありました。ちょっと休憩しましょうか。あ、ずまやです。休憩です。まだ男だと続いてるけど、ちょっと焦るかどうか急いでいきましょうね。目の位置をきちっと合わせて手が難しいんですよね。はい、じゃあここからはトップ遊びでビミールマスクのシルコさんで行ってみたいと思います。トップ結構ですね、やっぱりメジャーなとこなんですね。人がたくさん第8号神屋敷跡っていうところだったんですね。ここね、ちょっと調整が時間がゆっくりやってる時間がないので、ちょっとおかしな顔になったらごめんなさいね。で行きます。なんか2つ道があるんですかね、ちょっとよくあれですけど、あ、こっちから来るとこれは女の子合流ですね。なるほど。なんかいろいろと木があります。女坂に七不思議があると書かれています。ここは今工事店ですね。というか下車らしきようなものが行きました。多分あそこがそうですね、きっとね、多分ですよ。はい、下車ですかね、到着です。ただいま7時25分ですね。結構撮影しながら来たんでゆっくりですね。まだ売店は開いてないですね。
あ、そうそう、どなたかの YouTube で出てました。ここあのルーメソって書いてあるんですけど、こうやっていいのかな。ラーメンが横になってるんですね。こうですかね。見てますか。なんかずっとこうらしいですね。最近よくあるのタッチパネル式の案内板ですね。いただきます。下っていうんですかね。着きました。これで1610段でしょうか。失礼します。あ、景色いいですね。眩しいですね。ちょっと房総半島にいるんですか。サボがあるみたいですね。ちょっとお参りしていきます。それでは頂上登山口に向かいます。7時35分ですね。今ここでお祓いをさせていただきました。じゃあここからですね、はい、じゃあ行きます。あ、また急な階段ですね。一体頂上まで何段あるんでしょうね。じゃあ行きます。